寂しくなると尋ねる坂道の古本屋立ち読みをする君に会える気がして心がシュンとした日は昔なら君がいておどけては冗談で笑わせてくれた青春は長い坂を登るようです誰でも息を切らし一人立ち止まるそんな時君の手の優しさに包まれて気持ちよく泣けたなら幸せでしょうね二つに生きる僕の方が少しいいよ聞きってあるそして二人で仲良くかじるこんなことはなかったああ少し前までは薄汚れた喫茶店のバネの壊れた椅子で長い話に相槌打ってそしていつも右と左に分かれてこのリンゴは昨日二人で買ったもの僕の方がお金を出してお釣りは君がもらってこんなことはなかったああ少し前まではコーヒーカップはいつだって二つ運ばれてきて向こうとこちらにウェイトレスはさりげなくカップを分けて二つ目のリンゴの顔を君が向く僕の方がうまく向けるのを君はよく知ってるけどリンゴを強くかじる甘い汁が唇を濡らす左の方を君はぷくんと膨らませて欲張って頬張るとほらほら離せなくなっちまうだろういたらポツンと落ちてしまった椿の花みたいにおそらく観念したんだね君はいつものように電話に僕を呼び出し僕を笑わせた後でその宣言をしたのだったお料理を習うのもまんざら捨てたもんじゃないよそちらから電話を切ったから君はもう10日のことも言おうとしてたんだろう受話器を置いたら終わってから初めて気づく運命みたいに僕にも悲しみが湧いてきた君はこれから僕に気軽に電話をしなくなり僕の退屈さを救ってくれる君はいなくなったのだお料理を習うのもまんざら捨てたもんじゃないよ突然とても確かになったのは取り残されたのが僕だったということなんだ